この番組では鉄道模型コンテスト2023全国大会の審査員を務めた諸星さんと佐藤さん、旅の文筆家の八谷さんと共に個性が光る11校の作品を振り返ってまいります。白梅学園清州中高一貫部鉄道模型デザイン班です。今回京都の茅葺きの里っていうところをモデルに作りました。テーマは日本の原風景、懐かしい原風景で、そのこだわったところは人の配置で、一人一人ストーリーをつけて自分たちで塗って作ってます。例えばここおじいちゃんとおばあちゃんが縁側に座ってお茶を飲んでるんですけど、お米を運んできている人がいて、おじいちゃんとおばあちゃんあんまり買い物に行けないので、お米を届けに来てくれるっていうシーンになってます。でこの人たちも自分たちで作ってて、白い人間を買ってから、腰を折ったり腕を折ったりして付け直してから色を塗ってます。田舎の生活感もありつつ、観光地なんで観光客もいるっていう人の流れをすごい意識しました。苦労したポイントとしては茅葺きの屋根で麻紐を使って作りました。この形にたどり着くまでに2ヶ月間試行錯誤を続けてやっと完成しました。水の表現、清州の伝統なんですけども、この川は下に反発で青と緑で色をつけてからレジンを流し込ん で大波小波っていう波をつけるもので波をつけて、ここヤナって言って鮎を捕まえる装置なんですけども、水しぶきを表現したくて白を塗ってから上に綿をつけて水しぶきを表現してます。自然ってなんか一色じゃないんですよ。だからこの桜だったら花びらのところに白と薄いピンクと濃い、もうちょっと濃いピンクと濃いピンクっていう風に色をつけて4種類の粉を使ってます。茅葺きの屋根はすごいこだわりたくて、実際に江戸東京建物園っていう小金井市にあるところに行って茅葺きの屋根を見に行きました。でそこで感じたのがおばあちゃんの家の香りっていうのがすごい思ったことで、ここにも一応香りをつけてて、これ嗅いでもらうと分かるんですけど、天候の匂いというか、はい、今回3ヶ月で作ったんですけど、本当にギリギリで、本当は茅葺き屋根なんで火事が起こりやすいってことで放水をするんですけど、放水本当はしたかったんですよ。でも時間がなくて、その水が落ちたところを表現するのがすごい難しくて、これをやって失敗したら絶対文部科学大臣賞取れないなってことでそこはやめたんで、本当は時間があったらやりたかったなっていうのはありますね。はい、ありがとうございます。白梅学園清州中高一貫部鉄道模型デザイン班でした。作品名田舎の香り、初めて来たのに懐かしいと、なんか最後の方に文部科学大臣賞取れないみたいな話もちょっと聞こえてきたんですけども、この作品諸星さんいかがでしたか？はい、白梅さんはね、もう毎年上位、優勝もしてるし、いつも上位に食い込んで来る学校さんですから、最後ね、はい、もう取り切れろっていう感じの熱意は感じるんですね。ただそのなんだろう、女子校ですよね、女子ですよね、ですから女子、毎年なんですけど、はい、女子らしい着眼点があって、それはいつも素晴らしいなって思ってるんです。今もちょっと言ってたけど、茅葺き屋根のところに座ってるおばあちゃんとおじいちゃんとなんかお弁なんか持ってきたっていう人、お米持ってきた人っていうストーリー、多分あの中に何十個も入ってるんですよ。今あれのとこだけずっと話してましたけど、去年の作品も一昨年の作品もここに誰々がいて何々をしてて、ここでこうやって去年はね、なんかね、自撮りしてますって、すごい今時の、はい、でそういうジオラマ作るとき必ずその人
なんだろう、中にいる人のストーリーって考えながら配置していかないと、うん、何、なんだろう、実感的にっていうか、いいジオラマにならないんだけど、すごいいっぱいあるんですよ。だからすごいいっぱいストーリー考えてたなっていうのが、まあ、女性らしいなって。男の人たちもっとなんかザッパって置くんじゃないかなっていうの感じ。登場人物全員に背景がある、背景がある、うん、でそれを喋り始めたら結構それ一つ一つに10分ぐらい喋れそうな感じの、はい、毎年そうなんですけど、さすごいなって思っています。うん、3ヶ月で作り上げたっていうところで、田植えの人たちもなんか白い人間をわざと腰を折ったり腕を曲げたりしましたと、うん、そうね、はい、すごいよくできてましたよ、ね、そうだから、どうなんていう、よくできてんだっていう話なんですよ、うん、物語がちゃんと完成してますね、この中で、うん、あとね、その技法を、そのかやぶき屋根の技法を、うん、昔からかやぶき屋根の技法をみんないろんなこと考えるんですよ、うんうん、はい、ね、またこの今回聞いた麻の紐を、はい、なんかね、プラ板で挟んでどうのこうのだけ言ってたんです、うん、ちょっと詳しく分かんなかったんだけど、それは聞いたことがないから、まあやっぱり今2ヶ月間かやったって言ったけど、そう、自分で試行錯誤してるんだろうなって思っていて、そういうのはこのなんだろう、ジオラマコンテストで一番こう高校生モデラーにやってもらいたいことなんだろうと思うんで、そういった意味でもまあさすがやなっていう感じですね。ここのとこちょっと今年もちょっと文部科学大臣賞になれなかったので、悔しかったんだと思いますが、来年また文部科学大臣を取るようにぜひ頑張って応援してますんで、はい、頑張ってくださいということで、審査委員長から強い、ちょっと待って、そういうことじゃないんですよ。何いい、今頑張ってっていうさ、はい、まあ、いいですね、うんうん、ありがとうございます。審査委員長が言うと重いよね。重いの、あ、そうだ、失礼しました。佐藤さんはいかがでしたか。そうですね、本当に、まあ、もう見れば一目見れば分かるようなこの完成度の高さ、しかもこのストーリー性のあるフィギュアの配置、はい、さっき一例が出てましたけど、うん、あともう一つですね、うん、もう一つどころじゃないんですけど、寝ているお父さんを起こす子供とかですね、橋の上には、うん、学校の先生がいるとか、うん、なんだ、柳葉、なんて言いましたっけ、鮎の柳葉ですね、そうそうそう、はい、あそこには生徒さんが いるんですよ、うん、制服を着てるので、はい、間違いなく彼女らなんでしょうけども、ああいう細かいストーリーをすんごい組み入れてるのは本当にさすがだなというところです。あとは本当に見て自然なかやぶき屋根、しかも吹き替えしている途中の表現なんかもすごいいいですよね。で、私も自分自身もこう植物表現すごく気を使っていつも自分自身も作ってるつもりなんですけども、本当に緑の植物、それから桜、それからあれはそばの畑、左端ですね、はい、あそこも綺麗に丁寧に作られてるんですよ。これはさすがだなと思いました。で、生徒さんにですね、これもちょっと残念だったの、あまりにも出来栄えがいいので残念だったんですけども、桜、パウダーの色も、ピンクから白、それから薄いピンクとかっていろいろ混ぜ込んで丁寧に作られてるんですけども、これ多分スプレーのりかけてパウダーかけてしまってるからなんでしょうけども、ああいう透け感はすごくいいんですよね、ベタっとしてない。なのに残念だったのは幹まで、木の幹は本来茶色のはずなのに幹まで全部桜の花がくっついてしまっていて、幹が全部ピンクなんです。こういうとこまで気がついてしまうほど全体としては素晴らしい出来なんですけど、あえてそういうところに目がいってしまうほど完成されてるのかなと思ったことです。あと審査員の方々からも話出たんですけど、ちょっと残念だったのが、道路の作り方ですね。ちょっとのっぺりしすぎて、もうちょっと自然な感じだと良かったのかなというところと、あと線路、レールのところ、これレギュレーション確認したんですけど、ウェザリングしちゃいけないんですかって主催者に確認したんですけど、レール特に汚しちゃいけないとかっていう規定ありませんよっていうところで、これなんか意図があったのかもしれないんですけど、レールの周りは何にもウェザリングがかかってないんですよね。ここはちょっと気になってしまうほど
すごく完成度は本当に毎回上位に組み込んでいて、顧問の先生も厳しくて、厳しい、あ、言っちゃっていいのかな、ここに、あ、これも言っちゃいけないのかもしれないけど、私は最高得点を実はそう言いながらもつけたんです、まだまだね、みんな生徒さんはこう上に上がっていっていつかは卒業してしまうんですけども、しっかり継承していただいて次回作も楽しみに、待っていますっていう感じでしょうか。そうですね、水の表現も青春の伝統ですっていうふうに語ってて、受け継がれているんだなっていうのは感じました、ありがとうございます。